サムスン電子の去年の営業利益は半導体市場の縮小の影響により、一昨年に比べておよそ85%減った6兆5,400億ウォンで、ここ15年で最も低い水準となりました。サムスン電子は9日、去年の決算の速報値を発表しました。それによりますと、去年の営業利益は6兆5,400億ウォンで、 一昨年に比べて、およそ八十五パーセント減少したということです。また、去年の売上は二百五十八兆六千億ウォンで。一昨年よりおよそ十五パーセント減りました。サムスン電子の年間の営業利益が十兆ウォンを下回ったのは。リーマンショックに見舞われた二千八年以来、十五年ぶりです。一方、去年の暮れには業績が回復傾向を示していて。 去年10月から12月期の営業利益は、前の3ヶ月より15%以上増加しました。サムスン電子は、去年の4月以降、25年ぶりとなる半導体の減産に踏み切り、需要の減少に対応してきました。去年10月からは、減産による価格の上昇や需要の回復によって在庫が減ったことにより、営業利益が伸びたものとみられています。業界では、 今年は世界的に半導体の需要が回復するという見通しが出ています。